クレオメネス三世の肖像を刻んだテトラドラクマ銀河。クレオメネス三世はアギス朝のスパルタ王。父レオニーダス二世の後を継ぎ、スパルタの改革を試みた。紀元前229年から紀元前222年にかけて、シキオンのアラトス率いるアカイア同盟と戦った。しかし、紀元前222年にセラシアの戦いでアカイア軍に敗れ、 プトレマイオス朝、エジプトに逃れた。しかし、軟禁状態に置かれたため、紀元前219年に脱出と反乱を試みて、失敗し、自殺した。クレオメネス3世は、後のアギス朝スパルタ王レオニダスとクラテシクレアの間に生まれた。少年は分かっていないが、歴史家のピーター・グリーンは、紀元前265年から、 紀元前260年の間と推定している。紀元前242年頃、レオニダスは、エウリュポンアサのスパルタ共同王アギス4世の、改革に反対するも敗れ、追放されて、アテナ神殿に逃げ込んだ。彼に代わり、クレオメネスのいとこにあたり、アギスの支持者だった、クレオンブロトス2世が、アギス朝の王となった。しかしアギスが、 コリントス地境方面へ遠征に出かけたことで、レオニダスに挽回の後期が訪れた。彼はすぐさま、クレオンブロトスを廃し、アギスの後を追った。アギスは、逃れようとした者の捕まり、一族諸とも処刑された。アギスの処刑後、当時18歳前後であったクレオメネスは、父、レオニダスの命によりアギスの裕福な未亡人で、 女相続人だったアギアティスと結婚させられた。伝承によれば、クレオメネスは狩猟の最中に、直ちにスパルタへ戻れというレオニダスの命令を受けた。彼が町に戻ると、すでにスパルタは婚礼に向けた、装飾の真っ最中だった。クレオメネスはレオニダスに、誰が結婚するのかと尋ねたところ、それは自分自身であることを知らされた。クレオメネスは、 父が処刑した、アギスの妻をめとることに疑念を抱いたが、婚礼はそのまま実施された。紀元前235年、クレオメネスは、父、レオニダスの死に伴い、スパルタ王位を継いだ。すると彼は、かつてのアギスに習いスパルタの改革を始めた。一方その頃、シキオンのアラトス率いるアカヤ同盟は、ペロポネソス半島全域の統一を目論んでいた。 レオニダスの死を知ったアラトスは、国境のアルカディアの都市軍を攻撃した。プルタルコスによれば、これは、スパルタの衰えを押しかるための作戦だった。紀元前229年、アエトリア同盟を構成するテゲア、マンティネア、カピュアイ、オルコメノスといった都市が、スパルタの味方についた。ポリュビオスや、ウィリアム・スミスは、クレオメネスがこれらの都市を裏切って制圧したと。 主張しているが、プルタルコスのスパルタの記述を翻訳した、リチャード・タルバートは、クレオメネスは初都市の自発的な要請に応じたのだと主張している。同年の後半、スパルタの監督官たちは、メガロポリスとの国境沿いにあり、競争中だった、アテナイオントリデを制圧するべくクレオメネスを向かわせた。これに対し、アカヤ同盟は会議を開き、 スパルタとの海戦を決定した。アラトスは、スパルタが、アテナイオンの防衛を固めていることへの報復として、テゲアとオルコメノスへ野襲をかけたが、市内の内通者との連携がうまくいかず失敗し、野襲の事実を悟られないように撤退した。しかしクレオメネスは、アカイア同盟軍が野襲を試みていたことに気づき、アラトスに、遠征の目的を問いただした。アラトスが、 クレオメネスのアテナに要塞化を止めるためだと返答すると、クレオメネスは差し支えなければ、なぜあなたたちが松明とはしごを持ってきたのか、理由を書き送ってくれないだろうか、と返した。クレオメネスはアルカディアに進軍したが、監督官たちに呼び戻された。しかしアラトスがカピュアイを占領すると、監督官たちはまたクレオメネスを送り出した。 クレオメネスは五千人の兵を率いて、アルゴス領を荒らし回ったが、パランティオンで、アカイア同盟の新たな将軍アルゴスのアリストマコス、率いる、不評二万人と、騎兵千人の大軍と遭遇した。古問として、アカイア軍に帯同していたアラトスは、アリストマコスに助言して、アカイア軍を退却させた。この数の差では、スパルタ軍には勝てないというのがアラトスの計算であり、 スミスも2万人のアカイア人では5000人のスパルタ人にかなわないとしている。この成功で大いに勇気づけられたクレオメネスはアラトスがスパルタの同盟者エイリスを攻撃していると聞くや救出に向かった。スパルタ軍はリュケヨン山付近でアカイア軍を捕捉し蹂林した。しかしアラトスはこの戦闘で自分が死んだという噂を逆手に取り不意をついて マンティネアを制圧した。これにより、スパルタジニエには、沿線気分が高まり、クレオメネスの戦争遂行に反発が出るようになった。この頃、アギス4世とアギアティスの息子でエウルポンアサの、スパルタ王だった、エウダミダス3世が死去した。クレオメネスは、エウダミダスのおじで、アギス処刑時にメッセネー亡命していた、アルキダモス5世を呼び戻し、王位につけた。 しかしアルキダモスはスパルタに帰って間もなく暗殺された。暗殺劇にクレオメネスが関与していたか否かは不明で、ポリュビオスは彼の命令によるものだとしているが、プルタルコスはこれを否定している。クレオメネスは監督官たちを買収して遠征の継続を認めさせ、メガロポリス領に侵攻してレウクトラ村を包囲した。 この包囲軍をアラトス率いるアカイア軍が攻撃し、一旦はスパルタ軍を追い払った。しかし騎兵隊を率いるメガロポリスのリダイダスが、アラトスの命令に逆らい、スパルタ軍を追撃してしまった。アカイア軍騎兵が険しい地形に入り散らばったところへ、クレオメネスの三兵が反撃を仕掛けた。アカイア騎兵を破った勢いで、スパルタ軍はアカイア軍本体に襲いかかり、蹴散らした。 立て続けの勝利で自身の基盤を固めたクレオメネスは監督官に対する陰謀を格作し始めた。義父の指示を取り付けた彼は旋風のように突如として敵対者に対する遠征を実施し疲弊した監督官たちがアルカディアに泊まりたいと言ってくるとクレオメネスは彼らを置いてスパルタに帰り改革を始めた。街に着いたクレオメネスは まず忠実な部下を放って監督官たちを襲わせた。5人の監督官のうち4人は暗殺されたが、5人目のアギラヨオスは脱出して神殿に逃げ込み助かった。監督官の排除に成功したクレオメネスは、いよいよ自身の改革に着手した。王の政治権力を妨害する、監督官たちの排除に成功したクレオメネスは、リュクルゴスというものを立法者に取り立て、 自分の猛烈な改革遂行を認めさせた。まず彼は自身の持つすべての土地を国家に収めた。彼の義父や友人たち、そして残る市民も後に続いた。その後、クレオメネスは国の元に集めた土地を4000人の新市民に均等に再分配した。その半分は亡命していたかつての市民で、残り半分の大部分は、 スパルタ軍と共に戦った傭兵であった。また中には、スパルタに貢献したペリオイコイも含まれており、彼らは土地を与えられ市民の仲間入りをした。この4000人の増員により、減少していたスパルタ市民の層は厚みを取り戻した。兵老隊については、もともと持ち分地ごとに、毎年の収穫校に、左右されていた税収の量を、一定の量に定めさせた。 またクレオメネスは4000人の重装不評を訓練し、かつてのスパルタの軍事と社会規律を復興した。スパルタ市民の子供は厳しいアゴゲーを課され、大人の市民も訓練させられ、普段から軍事的な枠組みの共同体で暮らすことを求められた。さらに、クレオメネスは新設した軍を一世紀前にカイロネイヤの戦いでアテネテーベ軍を破ったマケドニア軍の方式に、 習わせると宣言した。例えば彼が導入したマケドニア式のサリッサは、その後2年間のスパルタの戦争でも大いを振るった。改革の仕上げに、クレオメネスは、エウリュポン・アサの王党に弟、エウクレーダスを据え、スパルタの二王を、アギス朝出身者で独占した。紀元前226年、マンティネア市民が、町からアカイア同盟の守備隊を追い払ってくれるよう、 クレオメネスに要請してきた。クレオメネスは兵を率いて、夜にマンティネアに忍び込み守備隊を駆逐すると、そのまま近くのタゲアに進軍した。さらに、スパルタ軍はそこからアカイアへ進撃した。同盟軍との海戦を求めていたクレオメネスは、リメに進軍し、アカイア軍の主力と対峙した。この戦いで、スパルタ軍は、アカイア同盟のファランクスを壊滅させ、 多くの敵兵を殺し捕虜とした。さらにクレオメネスは、レージアムの街を征服し、エイリス人に送った。しかし下当性を取るスパルタでは、クレオメネスの改革への反発があった。また彼の快進撃は、逆に彼に対する敵意が、ペロポネソス半島中に広まることにつながった。クレオメネスは、コリントスなど、戦略的幼地を征服していった。 クレオメネスの改革は打ちまかした人々に適用されることはなかったが、それでも彼の軍事的成功に大きく貢献していた。実際、一部の赤い野人はクレオメネスの改革に含まれる債務免除や土地の均等分配に憧れていた。しかしクレオメネスは征服した人々に関心を寄せなかった。クレオメネスはアラトスと交渉を始めたものの、 両者間の憎悪感情があまりに大きく合意に至ることはできなかった。この外交的失敗の後、アラトスはマケドニア王アンティゴノス三世と交渉し、彼を対スパルタ戦争に引き込んだ。しかし、マケドニア軍は何度もスパルタの防衛線を破ってコリントス地況のレカイオンを目指そうとしたものの果たせず多大な損害を被った。 しかしこの時アルゴスがスパルタに対し反乱を起こした。クレオメネスはこちらに2000人の兵を送った結果、コリントス地境を放棄し、マンティネアに撤退せざるを得なくなった。この時点で、クレオメネスは交代するしかなくなり、マケドニア軍はアルカディアまで進攻してきた。ピーター・グリーンによると、クレオメネスがプトレマイオス朝エジプトのプトレマイオス3世から、 資金援助を受けて、傭兵を維持していることを知った、アンティゴノス3世は、プトレマイオス3世に小アジアの領土の一部を譲り、引き換えに、スパルタへの資金援助を止めさせた。その後、クレオメネスはメガロポリスに入って、これを破壊し、アルゴス領を荒らした。しかしこうした、軍事行動も戦局には影響せず、マケドニア軍に改戦を避けられ続ける、スパルタ軍の敗北は、 不可避となっていった。紀元前222年のセイラシアの戦いで、マケドニア騎兵が、スパルタ騎兵を破ったことで、スパルタ軍は敗れた。スパルタのファランクスは寄り添うの厚いマケドニアの、ファランクスにより全滅に近い被害を被り、逃れられた、スパルタ人は、クレオメネスを、はじめわずかしかいなかった。マケドニアカイア軍に敗れたクレオメネスは、市民に、 アンティゴノス三世へ降伏するよう命じた後、自らはエジプトのアレクサンドリアに逃れ、再起を起して同盟者プトレマイオス長を頼った。しかし間もなく、プトレマイオス三世が死去し、後を継いだ。プトレマイオス四世は、クレオメネスを無視したばかりでなく、次第に彼を軟禁状態に置くようになった。紀元前219年、クレオメネスは友人たちと測って、 脱出と反乱の扇動を試みた。しかし、アレクサンドリア市民がなびかないと悟ると、クレオメネスは再び捕らえられる前に自殺した。一時は、ペロポネソス半島全域を征服しながら、非合の死を遂げたクレオメネスについて、ウィリアム・スミスは、最後の真に、偉大な、スパルタ人であり、そしてフィロポイメンを除けば、ギリシア人という評価を与えている。 ありがとうございます。